なんかあの昨日、えー、と昔出した動画だったんですけどあの予備校のなんか世界でなんか、まあ、偏差値も似たような、えー、大学っていう意味で「マーチ」えー、明治」「青山」えー「立教」「中央法制」かなそういう言い方してるのはどうなんだよってそれぞれ大学個性が あ癖って並べてねマーチとかなんか言う,言うんじゃねえよってうそういうとこはどうなのかなって予備校の先生が素晴らしい仕事されてるのはまあいいとして、えー、そういうなんていうか十0人が皮げらにね全然違う甲風なのにそういう言い方するっていう、まあ、昔は日東も駒栓とか大東亜帝国とかあとなんだっけカンカン同率とか何かそういう言い方する言い方って何なのどうなのっていう話をしたらえー、田中先生っ というですねあの、まあ、予備校会のカリスマの先生だと思うんですけどもと時々やり取りしてるから、まあ、田中先生がどっちかというと僕に対していろいろ苦言を呈してくださるんですが今こ頃マーチなんか言ってないよとあの知識のアップデートもしないで老害能だっていうふうに言われたんですねあそれはすみませんでしたってあ最近予備校 の界隈ではマーチななんんてて言いい方しないんだってまあ、それだって僕分かんないですからね知識のアップデートも何も僕だって予備校のこととかね受験文化のことについてそんな関わってるわけじゃないからあそれは申し訳ありませんって現場の先生がおっしゃるんだから、えー、それはすみませんでしたって言って Twitter で素直に謝ったんですけどただその後、えー、現役の高校生とか高校卒業した人若いの人とかがいやそういう言い方だから マーチじゃなくて G マーチって言い方はよく聞くんだって G マーチって G って何 ?G? ん ?G って何 <laughs> ?G? <laughs> ええー、国学院は違うもんな G? まあなんか G ってのがあってちょっと誰かコメント欄に書いといてまあそういう言い方はあるとかなんかまあだからそういう田中先生がおっしゃるようにそういう言い方をしなくなってんのか えー、YouTube ではしてるのかって、まあ、こういうほら、言語的な文化の話っていの感性の遅くもあるし、一度定着した、あのー、言葉って、なかなか、あのー、なんていうかな、うん、ね、捨てれなかったりするからね。あと、あの、まあ、田中先生の周りではお使いになられてないかもしれないんで、まあ、それは失礼しましたっていう感じなんですけど、いずれあの、まあ、いろいろ、その、まあ、僕の10年前のツイート、予備校を潰れるツイート、で、なんで、なんだっけ、ベネッセと リクルートが入ってないのかとか鉄力鉄会会ってのよくわかんないんだよな俺なんかあれなんだっけ東大のなんかやつほらほら俺予備校って自分自身は一日も通ってないんで予備校のバイトはしてたけどねなんか教える側のあと寸大のもしの採点のバイトもしてたけどだからおし受ける側で行ってないんでまあ予備校についてじゃあ ななんかかか俺は経験があるのっって言って言いから、ね、ただだからその予備校に行くとなんかその学校の先生とは違う面白い教え方をしてくれる、まあ、もちろんだからあの予備校業界にはまあ今も昔も「かリつま講師」ってのいてその先生方の教え方うまいでしょ林修先生もうまいんでしょ。 まだからそういうのはあるんだと思うんだけど一方でなんかそのまあ予備校っていうのは大学受験のためっていうところがあるわけじゃないですかもちろんだからその思春期にねそういうところに行ってあのまあなんかいろんな知識を吸収するっていうのはすごくいいことでそこで人柄に接するってこともあるだろうし別にその予備校の文化というか予備校という存在自体を全員否定してるわけでは全くなくてそもそもあの10年前のツイートっていうのは。 あののなんていうかラップというか、えー、ビーフというからもんねまあそれは分かる人に分かると思うんだよね習字というかレトリックだからまああれはどうしてああいうツイートをしたのかっていうとまあその直前にですねあの、まあ、当時あのこれどっかで書いたり喋ったりしたかもしれないけどあのまあ立ち消になっちゃった企画だったんだけど F ランク大学って言い方がひどいとだから F ランク大学っていわれてる大学だって あのいっぱいなんか面白い生徒さんいるだろうとねだから俺はそういうとこに行って話したいって言ったらあの編集者が見つけてきてくれたんだよねあの某、えー、私立大学まあエフランク大学って言い方はひどいと思うんだけどまあ、えー、っとそういうなんていうかな受験偏差値とかそういうことについてはそれほどなんか目立った、えー、評価を受けてない大学に行って行ったら。 今でも覚えてるんだけどそこの学生さんの一人があのガ,レージバガレージパンクだったかな一時期あのアメリカの高校生がね家のガレージでなんかパンクレコードを収録することが流行っていてでその LP にカッティングする文化があったんだってさそのガレージンパンクの世界的なコレクターだっていう学生がいたりしてすっごい面白かったんだよね。やっぱりあの 面白いじゃんってってただねその大学の学生があの「自分の大学名言えない」と言ってたんだよね当時ねそのまあ経済学やってますと言えるんだけど自分の大学名が言えないってだからそういうところなんだよね俺はちょっとどうなのかなってだから G マーチ田中先生によるとそういう言い方はしないっていう、まあ、すいませんでしたそれは俺はポンコツで老眼の方ですいませんけども、まあ、だけどなんかなんかねその横並びで。 これぐらいの偏差値のレベルっていう言い方が世の中から全くなくなってるのかというとそれはなくなってはいない気がするしもちろん予備校の先生があの授業でいいお話をされたりとかお人柄に感化されて学問を志すとかね人生生きる身を見つけるっていうようなことはあるだろうから,から予備校という場がでなんかそういう生身の,の人間同士の向き合いだからねいろんなことが起こってるったらその通りだろうと思うんだけどうんだけどなんかもうちょっとなんか なんないのかなとは思うよね。今の日本の受験文化が理想だとは思わないでしょう。誰も。まあ現実なんだから仕方がないって言い方もあるかもしれないんだけど。でもいい加減、まあこの問題が指摘されてもう10年、20年経ってるわけだから。 入試のあり方も含めていろいろ考えた方がいいんじゃないかなっていう気が僕はしてますけどもね。まあいずれにせよあの僕の10年前のツイートはこれなんか定例的にってかちょうど受験シーズンが終わって、まあ、浪人されることはされるということが決まって予備校にあの入るってことは入るっていうそのような時によくあのなんていうかなバズるんですよね。みんなが見つけてまた おそらく現役の受験生とかがあのツイートしてくれるんで随分息の長いツイートになってるんですけど僕あの時ツイートしたしし、まあ、趣旨はそういうことでやっぱりあの若者たちの中にそういう意識というかまああとそうだ、えー、と昨日なんかその、えー、とツイートでなんかそもそもだからねい今は今昔もそうなのかななんかその。 大学がどういう大学に行ったかでその受験のフィルター学歴フィルターみたいなのもあってどういう会社に就職できるかってことが決まるからその会社の就職のなんか階層性みたいなものもを問題にしないと結局解決しないよっていう話をねしてくる人がいてなるほどなって思って僕学歴フィルターとかいうのはよく聞くけどねうんなんか悲しい話だよねその人の個性を見ないで学校で。 あの差別っていうか区別するっていう。だから、あの、まあ、世の中の成り立ち全体が、なんかそういう風になってるってことを若者たちも感じてて、で、受験を、まあ、一生懸命みんなやってるんだろうと思うんでね。いや、僕はだから、そういう意味で言うと、なんか、本当にそこのところを通り抜けってよかったなと思ってますよ。まあ、たまたまだよね。たまたま受験では苦労しなかったから、まあ、僕はだから、言う資格ないのかもしれないよね。うーん。 受験苦労しな,しなかったからね、一日も予備校なんか行かなかったし、東大以外受けなかったし、まあ、当然受かると思ってちゃったし、受かったし、だからちょっとちょっとなんかやっぱり、ダメかもしれないね、俺は。そういう人の苦労っていうのもうちょっと想像した方がいいのかもしれないんだけど、僕の苦労は全然別々のとこにあるんですけどね、クオリアの問題が解けないってとこにあるんですけど、あ,あポンコツだなと思ってるとこにあるんですが、まあそういう問題じゃなくて、ね、大学受験で、 そういう苦労されてる方いらっしゃってその苦労されてる方を助けるのが予備校っていう見方をすればまあそうなんだけどさまあアメリカとかにはまたアメリカの地獄があるわけだしね、うん、アメリカの大学にの在り方とか入試制度が全面的にいいかっていうとそんなこともないわけでまあどんな形の人の世でも苦労は絶えないんだろうと思うんだけどもまあとにかくでもモヤモヤすることは事実だよねだからさモヤモヤするってことよ単に。 あのツイートを定期的にっていうか、あのツイートした理由ってのはモヤモヤするってことだから、今の状態が別にいいとはい言えないじゃん。あとそう、あのツイートで救われたっていう人も昨日も書いてくれたけどいるんだよね。あの、予備校潰れるツイートで。だからそういうものが全ての価値観じゃないってことを言ってる大人がいるっていうことで救われている人もいるわけで。まあ、だから、いろいろ人、捉え方はいろいろかなと思いますよ。うーん そんなわけで、えー、予備校つぶれろツイートについての、私の10年後の考えというか、まあ、今回延長してね、田中先生に立ちかめられたんでね。田中先生、改めてすいませんでした。まあちょっと田中先生の前ではおっしゃらないってことですよね。だから俺は時代遅れて、知識もアップデートしてない、老害のってことで、えー、それについて反省しております。ということで、はい。以上でございます。アインシュタインは、そういうこと、<laughs> あまり苦労しなくてよかったね、アインシュタインもね。